こんにちは、アシスタントのソラです。本日は燃焼ドラコニアを解説します。イオンの吸収と放出で己を強化する燃焼ですが、まずはキーポイントから見ていきましょう。最初に燃焼ドラコニアのキーポイントを3つほど説明していきたいと思います。 1. 命撃を得意とする耐久寄りの性能。燃焼は強力な攻撃力を誇る長剣スレイヤーと、それに内装された小剣シャードの二刀流で戦います。効果力で突撃するガーディアンとは正反対で、迎撃することに特化した性能となっています。バリアを張って敵の攻撃を耐えることもでき、機を伺って迎撃につながる立ち回りも可能です。 2. 火力を底上げするイオンエネルギー。燃焼にはイオンと呼ばれるエネルギーがあり、特定スキルの使用で貯めることができます。貯めたイオンはイオン放出スキルの使用時に消費され、消費と同時に青い翼のエフェクトが出現します。またイオンの消費は貯め時間を無効にする効果もあり、イオン放出スキルで連携を行うこともできます。 3. 動きの遅さと攻撃モーションの長さ。ガーディアンと同様、全体的に動きが遅く、手数と連携による火力は期待できません。攻撃モーション中に状態異常を受けることもあり、敵の攻撃を見極めながら攻撃する必要があります。溜め技や動作の長い技はイオン消費を駆使し、素早い追撃を意識して立ち回りましょう。次におすすめスキルを6つ紹介していきます。電解思想はイオンを集めながら回転切りを繰り出すスキルです。イオンをチャージできる攻撃の一つで、スキル使用で命中率上昇のバフが付与されます。豪華の斬撃はスレイヤーにイオンを込めて斬撃を放つスキルになります。イオン放出に対応し抜群の攻撃力を誇りますが、前隙が長いので連携から出すと効果的です。マクタナンの裁きはイオンを集めて切り上げから急降下につなぐスキルです。イオン放出に対応し威力と範囲に優れる一方で、浮かし付与による状態異常特攻も狙えます。電化爆砕はスレイヤーにイオンを込めて斬撃を放つスキルです。イオン放出に対応する貴重な前方攻撃で、ダメ中は敵を引き寄せる効果があります。イフの爪はスレイヤーからシャードを取り出し相手を突くスキルです。低威力ですがイオンを素早くチャージでき、連携の間に組み込むと効率よくチャージできます。スカイアサルトは前方に跳躍してスレイヤーを振り下ろすスキルです。ドラゴンアドバンスや屈折に比べて使いやすく、シンプルで素早く移動できる技として重宝します。砂漠ナード聖殿はバレンシア地方の砂漠に存在する、狩りを行いやすい初級狩り場の一つです。燃焼は敵との距離によって移動スキルを使い分け、素早い範囲攻撃を中心に殲滅するのが基本になります。隠した狩りではイオン出力の効果力は必要ないので、ためのない小技を中心に立ち回るといいです。 CT 待機中でも使える汎用性の高いスキルが少ないので、移動スキルの派生等を使って手数を増やしましょう。悪魔寺院はモブの配置が変則的で、様々な強敵が生息している上級狩り場の一つです。格上狩りではイオン吸収と最大出力が殲滅の鍵で、イオンを切らさない立ち回りが重要になります。電解思想や灰月、イフの爪でイオンを補充しながら、イオン出力スキルの連携で一気に殲滅しましょう。また燃焼バフを使うとイオンが最大までチャージされ、バフ時間中はイオンが減らなくなります。イオンの管理によって殲滅速度が変わってくるので、補充と放出をバランスよく行うのがポイントです。いかがでしたか？今回は燃焼ドラコニアの解説をお届けしました。ブログでも職業解説を紹介していますので、チェックしてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。